始まりました、しゅうちゃんおとです。本日はですね、第64回 G1 のですね、解説記念、飯塚おとですね、こちらの初日の方のレースをやっていきたいというふうに思っております。9と11、12、この4レースですね、やっていきたいというふうに思っております。まあ、1レースからずっと見てるんですけど、まあ、傾向からすると、思想が出てる人はやはり勝ってってるっていうのがやっぱりあります。これは、軽犯とか、重犯とかあんまり関係なくですね、思想がいい人が勝ってってるっていう形があります。あと、走路の方なんですけど、結構皆さん言うのは、黒潮がね、こう、やっぱりついてないっていうふうによく言うんですよ。やっぱり、雪がね、少し降ってたということがあったので、なんか黒潮が取れちゃったような形になってて、どうしても走路が滑りやすいということなんですよね。はい。で、まあ、今、9レースなんですけど、ここから走路だいぶ冷えてきてるので、大体そうですね、8レースぐらいまでは思想もですね、まあ、30切れるか切れないかぐらいの思想で皆さん推移してます。それとですね、今日の前半の中で目立った選手のコメントというか、そういったものもちょっと拾ってますので、そちらの方をまずご覧になってみてください。悪くないかなと思ってたんですけど、はい、まあ、スタートをしっかり順平を抑えましたね。そうですね、はい、まあ、スタートも感じよく切れましたか。スタートがまだちょっ と,、まだちょっとはい、出足が良くないので、はい、そこら辺ちょっとまたクラッチ扱って練習したいと思います。最近そうですよね、スタートあまり切れてないですよね。そうですね、スタートが、はい、なかなか切れてないので、まあ、やはりあれですか、エンジン的にこう力がないような。いや、まあ、エンジンとかじゃないと思うんですけども、はい、クラッチのセッティングですか。とか、そうですね、あと時計がやっぱりちょっと朝はよく見えるんですけども、レースになるとちょっと慎重になっちゃうじゃないですか。はい、今のところですかね。はい、そうですね。まあ、道中ですが、エンジン的には何かこう明日上積み狙うところは。そうですね、階段上がってきて乗りやすいんですけれども、はい、少しちょっと力強さがないかなと思うので、はい、ちょっとヘッド周りやって練習で確認しながら、はい、上積み目指したいと思います。タイヤの滑りドドドは。タイヤの滑りもドドドも特にないので。あ、そうですか。はい、じゃあタイヤも。そうですね、低いやつで今日行くと言ってましたけど。そうですね、低いタイヤでここだけ使えるので、はい、明日も今日のタイヤで行きたいと思います。わかりました。また明日も上積みしていいレースしてください。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、吉原選手おめでとうございます。ありがとうございます。こう何かツッコミの切れ味良かったように見えましたが。そうですね、ドドロがちょっと軽減してくれてたので、はい、はい、いつもよりは行けました。やはり新走路ということでドドロが来てよかったのもありますか。そうなんですかね。何かドド対策はもちろんしたということですか。そうですね、ドド対策をして、はい、よくなりました。エンジン的にはどうでしょうか。まだ納得してない。そうですね、とりあえずはこのまんまでいこうかなとは思ってます。明日も、はい、タイヤだけですか。タイヤがちょっと低いかなって気はしますので、ちょっと変えようかなと思ってます。まあ、そのドドド、やはり低いタイヤの、さっきもね、低いタイヤのがドドド来にくいという、ね、選手もいましたけども、吉原選手もやっぱりそういう感じですか。いや、自分はちょっと他に来てそうな原因がいっぱいあるんで、ちょっと分かんないです。じゃあ明日はまあエンジンはこのままタイヤ探しでだけですかね。そうですね。スタートの方はどうでしょう。切れ味は。切れ味はいいんですけど、ちょっと自分 F 持ちなので、あと2走ちょっと攻めきれない感じですね。ああ、そうなんですね。じゃあ準決勝から勝負ですか。はい、そうですね。わかりました。明日もいいレースしてください。はい、ありがとうございます。
それではですね、9レースの方の予想をやっていきたいと思います。ここはですね、森選手のスタート、こちらに期待してをですね、トップスタートを切ってですね、1コーナーでまくっていくような形で、展開的に有利になっていくんではないかというふうに思いまして本命とさせていただきました。あとはスタートですね、5番の高宗選手、あと7番の西原選手、こちらがですね、2番手3番手という形のスタートを切っていくんではないかなというふうに思いますね。そうなっていくとやはりそうですね、京阪勢がですね、そんなにも速くないので、そうなってくると非常に、まあ、5番7番の2着目3着目は非常に多いんじゃないかなというふうに思います。あと思想良かった10戦前の福永選手ですね、まあ、こちら問題はスタートですね。スタートがこちら20戦に食われないでそのまま残していけるんであれば2着目3着目もあるんじゃないかとはいうふうに思ってるんですが、私はまあ7番8番あたりには食われるんじゃないかなというふうに思いまして3番手。あとは森本選手もですね、20戦の中ではどうしてもね、スタート後手になってしまうということで、こちらも3番手という形の、評価とさせていただきました。さあ9レースですね、森くんのスタート、トップスタート頑張って、ブルーランプが消えます、5秒前、スタートまでは3秒前、いけー森、第9レース予選競争、ゴー、スタートは赤赤赤赤赤赤赤、また赤、もう1回のスタートです。森くんもう1回スタート切って、さっきスタートよかったよ、うん、いけ、第9レース予選競争、森ゴー、やばい、4番が邪魔、20戦からは5番の高宗をまくっていく西原智明、序盤から西原が攻勢をかけます、森も上々な飛び出し、さあ1周3コーナーで早くも前に追いついた西原が、ここで3番の田中照義、さらには小林幸まで外外だな、勢いがあります、先頭はコースか、でもここ通っていくしかないな、の選手が団子状態、経済コースから森本、アウトコースから森勝幸は中段5番手を待っています、先頭1番のコースかを追いまして、インコースからここで西原が差し抜けました、さらに経済コースをそっから内田巻き返してくるのは森本裕介、森本が2番手に上がっています、足色は上々だ森本、よし、そして3番手には5番の高宗をさばいていく森勝幸です、先頭は西原、2番手に森本裕介、3番手には森勝幸という対戦になりました、森のが強い、よし、3番手から2番手間隔を詰めてきています、周回数はそっから抜けるか、まだまだ残っています、先頭は西原と巻き、さあここで斜めになって6番の森本、うわー森本が行った、刺しました、森本が先頭に立ちました、西原が2番手の位置、さあ3番手から前を伺う森勝幸来ております、いやこれきついな、2社くっついちゃった、を締めます、7番の西原がぴったり行きづらい、こりゃやばい、残りは2周回であります、6番の森本裕介が先頭です、いや2番手西原、そして3番手森勝幸、もう1回西原が差を詰めてまいりました、先頭争いまだまだわからない首位攻防戦です、6番の森本が先頭、2番手西原智明、そして森が3番手、追走がいっぱいか、攻めどころがなかなかないのが、いやこれきついわ、さあ6番の森本がしっかりとインコースを外さない競争だ、外から西原智明、さらにはアウトコースからまくりを狙って森勝幸、この 3,4 コーナーのカーブ、森のフルスロットルがどうやら決まった、2番手に上がったのかどうか、うわ、2番手に上がった、はい、ではですね、10レースの予想をしていきたいと思います。ここはもう金子選手ですね、スタートもですね、まあいい形で切れていくんじゃないのかなというふうに思いますね、長田選手がねちょっと遅いということで、まあへっこんでいくような形で、まあまくりが決まっていくんではないかなと思いますね。で2着目にですね、思想の良かった4番の木山選手、あとは、後から追い上げてくる長田選手ですね、こちらを2着目候補としました。あとは1番と2番ですね、こちらがなんとなく残りそうな気がしたので、こちらを3着目、あとは竹谷選手ですね、こちらもですね、スタート候補者でもございますので3着目の残りということをですね、ちょっと考えて、ちょっと3着目を手広くっていう形で買ってみましたね。金子選手のスタートに注目、頼むよ大輔、スタートまでは3秒前、大輔行け、スタート、ゴー、いやそのスタートだときついぞ、おい、後ろから伊藤翔馬好スタート、10メートル前の4番木山、さらには3番の内に入っていくか、いやそれだと長田こう、きついな、きついな大輔、そっからさばいていくか、まださばけないだろう、競争は2周回目、さ進路内側に切り替えて7番の永田が4番そこはチャンス、前にかかった両線、ああ滑った、ここで8番の金子大輔インコースを狙いますがまだ行ききれません、先頭は1番の水本、追走するは2番の藤川であります、さあ前の2人に対しまして5番の伊藤翔馬、内を攻めようとしていますがまだ攻められません、長田の方が強いな、ああちょっと飛んだ、相当になります、大輔ここチャンス、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 
そして中段4番手には永田をさばいた8番金子大輔上がってきています。6番の竹谷は現在6番手の位置。1番の水本が昌磨が行く前に池金子、ここで8番の金子大輔捉えてまいりました。外から永田、先頭は1番の水本、これをまくって5番の伊藤翔馬。うわぁ、翔馬が来たよ。これがウイニングショットになったのか。相馬させじと金子大輔も水本をまくり切りまして、先頭伊藤翔馬をガチンコで追い上げる対戦になりました。さらには7番の永田も3番手に上がりまして、前の3人の選手は接近戦です。5番の伊藤翔馬がレースをリードしています。8番の、いやぁ、翔馬にやられた。最終バックで仕掛けを試みるのか。体勢を作る金子、5番の伊藤翔馬、内を締めている。伊藤翔馬が先頭だ。2番手は金子大輔、3番手は7番の永田貴教。今最終コーナーをクリア、外から開けてくる金子大輔、外から変わった金子だな。はい、では11レースですね、予想の方していきたいと思います。今日はちょっと満州がね結構多いですね。今もね翔馬が来てちょっと勝ってなかったですね。はい、こちらのレースやっぱり篠原選手、頭固いんじゃないかなというふうに思いますね。そして相手なんですけど、2番の春本選手、あとは4番の田中進選手、あとは7番の平田選手ですね。こちらをですね、まあ、2着候補という形にしました。そして抑えて6番の田中選手ですね。はい、メンバー的に言ってもここは篠原選手頭十分取れるメンバーだと思ってます。あとスピード的にですね、前目で残りそうな春本選手ですね、まあ、この辺がですねスタートどうでしょう。10戦のスタートがね、辻選手がちょっと遅れるような感じがするんですね。もしかすると4番が先行く可能性もあると思います。春本選手が行った方が早くなるとは思うんですけど、まあでも行っても4039ぐらいまでかなというふうに思いますね。今の篠原選手であれば、まあ373ブロックは出てくると思いますので、まあここは頭は確実じゃないかなというふうに思いますね。2着目3着目がね結構ごっちゃになって満州にはなってる形が結構多いので、2着目にね本当に薄い選手が来たりですとか、まあそういった形が本当はいいのかなと思ったんですけど、ちょっと買い方を変えてしまうとね、なんでよっていう風になってしまう時もあると思うので、まあ私の買い方で買ってみました。さあ11レースですね、篠原スタートだけ、スタートだけそこ集中して、あとは前はそんなに速くないから篠原頑張ってゴー。うわー、すげえ被害受けた。赤だ。ただいまの発送は3番車の異常発送のため再発送いたします。3番の辻大樹の異常発送です。オートレースは8人の選手の中で先頭の選手が発送合図員の前を通過する前に、危険な状況が生まれた時には再発送になります。3番辻大樹の異常発送によりまして2回目のスタート。スタートまでは10秒前です。さあ再発送ですね。スタートまでは3秒前。篠原いいスタートだったよ。もう1回な。予選競争をスタートしました。あ、ちょっと浮かした。のスタートは春本、そして辻、さらには田中進と幕なり、後ろから5番の平塚飛び出しましたが、10メートル線各社スタート残しています。頑張れ頑張れ。1番の根本、悪くない悪くない。リードします。春本、さらには3番辻が続いて、後ろからは篠原、よし斜め入ってった。5番の平塚の前に行きました。篠原がさらにここで3番の辻大樹のインコースまで貫通しようという序盤の速攻戦です。いいよ。し、あっという間に3番手まで篠原が上がりました。田中入ってこい。春本綾と3番手篠原敦史という体制です。後ろの方からは平田正隆が5番の平塚の内を捉えて、今4コーナー付近では5番手に上がっています。残りは4周回、スムーズに2番手春本の内を狙った篠原でありますが、ここは2番の春本がかぶせる展開です。先に先頭に立てるか春本。春本がここで1番の根本を切り返して先頭に上がりました。ついていく篠原も、平田上がってこい。平田後方からは平田の今5番手。さあここで先頭8番の篠原敦史切り込んでそこから平田上がってこい。捕まえています。先頭イン入れ、イン入れ。そして2番手は2番の、そう、そして3番手には1番の根本、後ろからは7番の平田もレースの中盤戦猛反発を見せます。残りは2周回終盤戦です。さあ3番手1番の根本に体勢を作る平田正隆、勢いをつける2コーナー立ち上がり、さあ狙えるのか、ちょっとまだ狙えません。次切り返して、切り返して、切り返して、イン入って、そう、よし、できた。残り1周ブルーフラッグを通過しています。
先頭は篠原、そして2番手は2番の春本綾と3番手平田正隆。体勢はほぼ固まったのか、後方からは4番の田中進がものすごい勢いで追い込んでいますが、どうやらここまで篠原が人気に応えましてゴールイン。はい、では最終12レースですね。こちらのレースはね、やっぱり圭一郎、思想がね26ということで今一番タイムを出してます。まあ多分ねスタート切ってチェンジ入れて伸びるんじゃないかなというふうに思いますね。なのでスタート5分で切っていければそうですねいけるかなと思いますね。佐々木選手がうちにいますけど、まあ 1-2 という形で切っていったとしても最終的には佐々木選手をかわしていくような足はありそうな感じがしました。なので、圭一郎をまず本命という形しました。あとはやっぱり、スタートねこれは内枠有利になるので1番3番4番、こちらをですね買っていきたいというふうに思いました。佐々木選手ねやっぱりここね1枠に入ったということで張っていかないとね包まれちゃうので、ね、ここはしっかりスタート切っていくと思います。あと浦田選手ねここは地元走路ということもありますのでここも明治のスタートを切っていただけるんじゃないかなというふうに思いました。荒尾選手もね隣にいるということで荒尾選手より先に行くというぐらいのね気持ちで浦田選手は多分切っていくんではないかなというふうに思いました。あとは清太郎と前まやちゃん、ちょっと思想がねあんまりよく見えなかったんですよね。まやちゃんは前回のね時もですねやっぱり、マシン乗り換わってからかなやっぱりちょっとまだ全体的に良くないですよね。本人も、ブログにも書いてあったんですけどすごく不安があるというようなことを書いてありましたんで、なんとかね整備をうまく進めてですね乗りやすい車にしていただきたいなというふうに思います。7番の伊藤選手、8番の三次、こちらもですね今回幕は悪いんでね、ただそれだけです。別に悪いとかそういうことはないと思いますので、枠さえ良ければね買っていきたいというふうに思ってますので、一応今回はですね停止させていただきましたというような形でですね車検勝負したいと思います。握るこのレース圭一郎いくかな。針が回転を始めて3秒前、頑張れ圭一郎、小池12レース選抜予選スタートしました。鈴木圭一郎がいいスタートを切りました。そして3番の浦田、さらには7番の伊藤のボウもいいスタートを切っています。これだとノブ強えな。三粒も乗った。アラは6番手からの競争になりました。鈴木圭一郎の主導権です。2番手に伊藤のボウ、さらには高橋三粒が続いています。4番手に佐々木、そして浦田慎介、アラオ後方7番手が早川、最後方が佐藤真也の体制であります。まんまになるかな、これだと。さあこれはシードでは負けないものがあります。伊藤の棒ワンチャンスあるかどうか。3番手が高橋光嗣、4コーナーを立ち上がりまして残りは4周。ノブなしいな。さあ鈴木圭一郎に追いついてる感があります。7番の伊藤信夫、バックスレッジ側では切り返せるのか。先頭争いはわずかに2番の鈴木圭一郎、そして3番手は1番の佐々木圭が高橋光嗣を捉えています。先頭は鈴木圭一郎、2番手伊藤信夫、2人の世界ノブか。3周回、あとは追い足を生かして佐々木がどこまで迫るかでありますが、先頭は鈴木圭一郎です。2番手伊藤信夫の体勢変わらず、先ほどの VTR を見るような感じであります。1周前と同じような光景が続いています。先頭鈴木圭一郎、そして伊藤信夫、ついてはいけてる状態でありますが仕掛けるまでには至らないという感じであります。鈴木圭一郎がやっぱり荒尾ってあれなんだな、初日とかダメなんだよな、尻上がりなんだよな荒尾っていつもな。4番手が高橋光の体勢です。4コーナーを立ち上がりまして残り1周のブルーフラッグ、離れません伊藤信夫。先頭は伊藤信夫、すげえスタート切れてたな。鈴木圭一郎がレースを牽引しています。2番手から伊藤信夫、そして3番手は佐々木圭で、いやでもこの2車が抜けてるね。最後のコーナーに向かっています。先頭は鈴木圭一郎です。伊藤信夫が最後は1車審査、体勢変わらず鈴木圭一郎が押し切りました。なるほど。はい、ということで初日終わりました。12レースなんとね思想の早い本順ですよね。1着の鈴木圭一郎がね 3.26 の思想で、2着のノブが 3.27、 3着だった佐々木圭が 3.27 ということですね。あとはみんな28以上ということで、その通りに決まったという形ですね。はい、非常に今日1日の感想なんですけど、まず思想のいい選手はやはり絡んでくるというのが今の走路なのかなというふうに思います。あとはちょっとねこう
滑りやすい走路みたいですね。なかなかこうちょっと軽い感じがして、なかなかこう路面にくっつかないような感じがするというような、まあ、選手も非常にいました。まあ明日2日目がね行われますので、またそういったものをですね、まあ、参考にしながらまた明日もやっていきたいというふうに思っております。ということでですね、本日のしゅうちゃんオート解説記念のですね、飯塚のオートレースをやってまいりました。明日もですね一日やっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録をぜひお願いしたいと思います。はい、ということで本日のしゅうちゃんオート以上です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。